蘇我姫神社は、千葉県千葉市中央区にある神社である。式内社で、旧社格は合社蘇我姫大臣と、千代春稲荷大臣を主催神とし、アマテラス皇大臣、春日神、八幡神を廃止する。中世には、春日神が信仰の中心となっており、春日大名人と称していた。創建の年代は不詳である。危機神話によれば、日本ホタの統制の際、 相模から総国に渡ろうとした時暴風雨に遭い、それを沈めるために、日本穂高の奇才の音立花姫が受水した。社殿によれば、その時音立花姫に付き従ってきた五人の女性も、一緒に水に入ったが、そのうちの一人、蘇我大臣の娘の蘇我姫だけは浜に打ち上げられ、里人の看護により蘇生し、土に帰った。後に里人は、日本穂高が、木とに亡くなったことを聞き、 その霊を慰めるために社を立てて祀った。王神天皇はその行為に感激し、蘇我一族をこの周辺の国の宮津子として派遣した。蘇我氏は、春日大社と姫神社を信仰しており、両者を勘定して蘇我姫神社を創建したという。ただしこれには別の伝承もあり、浜に打ち上げられ蘇生したのは、音立花姫であり、音立花姫が、我、蘇帰りと言ったので、 ソガという地名となったとも言う。演技式神明帳には、下宇佐国千葉郡、池流が姫神社と記載され、勝者に列している。天正19年、徳川家康が、車両十国を寄進した。ありがとうございます。